とっつぁん、お弁当。おう、すまんな、スズナ。ここへ置いとくね。昨日から調子が良くないようだが。へっちゃらよ、これくらい。細工物を作らないと。小間物問屋の旦那に仕事を頼まれたのか。うん、スズナの細工は上下一だって。そうかい、頑張れよ。いいね、お父っつぁんだって。スズナ、今帰ったぞ。スズナ、どうした。お父っつぁん。なんて熱だ。待ってろ、スズナ、すぐ医者を呼んでくるからな。医者は、医者はいないか。フラグ立ててたもんな。とりあえずセズナの熱は下がったが、それにしてもあの医者め、何の病かわからんだと、さまざまな療法を試してみろだと。盗みの道具はしまってあるが、いや、俺は足を洗ったんだ。スズナのためにもう悪さはしないと。しかしそのスズナにもしものことが起きれば元も子もない。いやいや、縁起でもないこと考えてる場合か。事情はわかるけどさ、こういう境遇に置かれたらね。悪さじゃない、スズナのためだ。いや、悪さではあり。俺は銀ガラスとは違うんだ。スズナの病を治すには金品はもとより、まずは情報を手に入れないとな。情報はよくわかんないけどね。いや、悪さだよ。事情はわかるけどさ、そこは悪さでいいんじゃない。もうこういう状況にさ陥ったら危ない。あは、うん、なるほど。なんかね、これあのパート1からちょっと時間が経ってるんですが、なんかね、あのパッケージの後ろになんか見つかるとどんどん人相書きというのが似て、なんかもう、ま、似ちゃって多分どんどん捕まっちゃうみたいですね。ゲームオーバーかわかんないですけど、パッケージのようにどんどん似てくる人相書きみたいな。これでね、ジャストストレスを使いましょう。ふわーん。あ、いけた。正当防衛です。な、いいの？主人公消えちゃって。いっちゃもんじゃれ。ちょっと、待てって。懐からもいただく。これ見つかるやろ。警戒フェーズみたい。これ隠れてるつもりかな。ふわ。いいなぁ。相変わらずいいなぁ、この。なんかでも素敵が増えてなかった？でしょ？ちょっと待って、カメラが来るから。なんだ？なんだ？なんだ？前だろ？いっちゃもんじゃれ！てりてりり。あ、なんか来てる、なんか来てる、なんか来てる。待って、ブザマはいいんだけどさ、あれいなくなっちゃったない？ん？ここはなんだ？
まあいいや、ジャストステルスを使えばいけるんじゃない。ティッヒッ、特にないんだね。まあまあまあ、こんな盗み最中にね、のんきに風呂入ってるやつがいるかって話ですからね。ここなんだ。お、あ、いただき。あの、盗んでるみたいですけど、食べ物は食べるだけじゃないですか。腕前がレベル2になった。なんだ、なんだ。なんかあんのかな。これは。なになに。この HP ゲージみたいなのがね。うわ、やばい。高そう。これ取るしかない。ちょっと、いいな。絶対見せちゃまずいやつじゃない。はい、はい。くそ、まだ影出しながら攻撃力が低いぜ。いただきです。お、いいですね。60も入るか。タンスがこの風呂敷ってか、やっぱ風呂敷でかくなっとるよねこれね。あれ、ここにいたやつはどこ行っちゃったんだろうね。まあいいや、進んでいきましょう。こっちはなんだ。絶対おるやろこの先。危ねえ危ねえ。なんだなんだこれは。針金を持っていない。なんだろうね。これ多分いつか手に入るんでしょうね。これいるんじゃない。よいしょよいしょ。いるわ、ほらやっぱり。お嬢さん、ヘイお嬢さん、ヘイ。なんだなんだあのポーズ。どこ触ってる。ねえ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 、どこ触ってる。来ないで。え、し、脇が甘いな。つかあんたどこ触ってたね。脇じゃなかったしね。湿りほ、なんか湿りなとかって、ちょっと何、そういうちょっとね。なんかおる？おるな。なんかいたよね。と歩いてるやつ、あ、こいつからもいただこうか。この脇くすぐりアタック、懐からもいただく。はい。考えすぎか。考えすぎ。これ隠れてるつもり？セーフ。見つかってなかった、あれ。間違えた。甘いや。失礼いたしました。チャリーン。正当防衛、どうなってるか分かんないから、その次の行動が取りにくい。ここから行こうか。懐からもいただく。考えすぎ。ここは何かある？え、待って。いいんだ。チャリーン。おっと、失礼。素敵だったり。お、すげえ。考えすぎか。そうそう、考え、あ、この間にするとあれなのか、コンボが。すまんな、いただいていく。あ、音はやっぱすんだね。考えすぎか。考えすぎ。シャリーン。生徒覚えです。200素敵。オッケー。これなんだ、何をゲットしたの俺は。ちょっと奥が気になるんだよね。奥なんだろう。諦めんの早いな、あいつ。仕事のやる気ねえぞ。ここはなんだ、いいお宝があんのか。
不安つったらもう避ければいいんですよ。あーそういうやつか。ここはどう、これは入れないのか。あまあね、どう考えてもこの方法風呂敷で目立つやろ、一瞬でバレるわ。どう考えてもこんな一瞬でバレるわ。行くぜ。ここはなんだ。おはあ、いるね。なんか普通に来てた。いえいえ、渡すはめですよ。チャリン。あー嘘、いいのっぽいんだけどな。あでもじゃあついでにもらってきますね。これ何、くそー、これはすずのためじゃ。あれなんか、あれこっちじゃなかったっけ、お嬢さんいたの違ったっけ。違うのか、行きと帰りが違うのかな。うわ危ない、渡したんぞ。さようなら。なんだよあいつ。金は渡さん、渡したんぞ。いっちゃま。あ、よかったんだ。よかったんだ。いいんだね、これ。こんな強引でも。ありがたく使わせてもらおう。見つかってますよ。あ、びっくりした。しまった。取り方が。取り方かよ、そんな我。修行した腕はまだ鈍っちゃいないようだな。鈍ってたよ。この声。まさか。嬉しいな、覚えていてくれたか。いかにも銀ガラスの愛之助だ。やはり。だがその面はどうしたんだ。ミスター空手みたいなことやってんじゃない。俺はゆえあってのこと、俺は俺で亡くなったのだ。中二か。兄貴が兄貴じゃない。銀ガラスを抜けたのか。今や奴らはただの盗賊団だ。貧しい者から奪い殺しもする。ち、義賊だと信じちゃいたんだが。エビゾウ、俺と組まぬか。義賊として働く気はないか。俺と兄貴が。城はお家騒動でお取り潰しになった後廃墟も当然、次の城主も決まらんとか。へえ。城下ではお上の目が届かぬ武家や商家が貧乏人を食い物にしている。なんていうことだ。確かに。じゃあ盗もう。俺たちでは薬一服買いやしない。ならばのためだ。金品を強奪しよう。正すのだ。でもそれだからって盗むっていうのもまたちょっと違うんじゃない。よくぞ言った。では明日より早速愛憎団の活動開始だ。まあでもね、この時代だからね、そんなことも言ってられないのか。おう、それとエビゾウ、明日は中洲町にある白波湯へ行ってみろ。帝一帯の盗人を牛耳る盗人の湯。そんないるんだ。あの湯屋の誠の顔なのだ。いっぱいいるんだ。後の勤めのためにもつなぎはつけておけ。店は町の南にある。ミッションみたいな受けられるのかな。盗人の湯か、わからないけど。わかった、行ってみよう。ほう、中洲町にあるヌスットの湯ねに行けと、うん、おう、何ヌスットの湯や薬を。これ何、ちゃぶ台じゃない。あれさっきの丸ちゃぶ台。あはは、これちっちゃくできないの。こんなんじゃもう見つかってくださいみたいなもんで。あ、打ち上げ花火なんて持ってたやん。難病には 1日1服でギリギリ昇降が保てる。あー、これあげなきゃダメなんだね。変装設定。え、こっちの方がいいじゃん。あ、でも、あれか、所要時間、多分、変装時間かかっちゃうんだね。こんなん絶対怪しいじゃん。隠密性なくなっちゃう？エビ。ああ、これはどんどん集まってくんだね。日記をつける、多分セーブだね。まだいいでしょ、セーブは。すずは大丈夫か？
あ、与えるとか与えてみよう。ありがとう、お父ちゃん。えんだえんだ。このまま待ちでたら捕まるべ。突っ張り棒を使用すると、ああその湯でなんかスキルみたいなのも。危ない、待て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 、え、これフィールドじゃないの？フィールドも何、ダンジョンみたいな感じ。気のせい気のせい、これ見つかっちゃいけないの？町人にも見つかっちゃダメなの？まあ、こんな見つかったら確かにダメか、普通に考えたらね。で、中洲町ってどこ？待て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 、中洲町ってどこ？わかんねえよ。これマップなんかないよね、多分。スーダの調子が良くないみたいだな。村のみんなに好かれるにはどうしたらいいんだ。なんかすればいいんじゃない？例えば悪者から盗むとかそういうことでしょ、どうせ。これは？あげる？あげるけど。どこだ？あ、ここが中洲町。ここにあるんだな。風呂敷の威力性って何？人に蹴り当てた時に気絶しやすくなる。誰が呼んだか中洲町。誰が呼んだかみたいな。どこにあるのかな。どうせマップがなかったからあれだよね、覚えるしかなさそうだよね。これだって町人に、まあまあそうだよね。ここかな、違うな、あっちじゃない、どこだろうね。え、超人が来ないからね。やばい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 。待って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 。この待ち待って。ちょっと待って。やばいやばいやばい。見つけてやばい。確かに見つけるとどんどん刺激的になってやばいやばい。こういう感じのことが明らかになったので、超人が来なかったんだ。政治が来ないからね。結構きついね。ちょっと待って。どうやる？今からん。こちらがこのステージに完全に完璧な。違う。これ多分目がなんかすまあ、いっぱいだしてみてやしな。え、トイレ行くか、見つかったのに、でも見つかったことがないから、ほら、え、ほら、はい、やった。そのまま行かないと、ちょっと見つかないでいいです。見つかったらいいです、どうですか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 、どうどうするか、盗っ人に入れてわかんないぞ。こっちが入る、入るやんな。まだまだ盗っ人に入ってるどうかと思うんだ。うわっ、今にもこうだ、一緒だね。えっ、人気じゃない、どうしたら人気だ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 、盗っ人に入れてもない、説明しました、仕事で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 説明しました、あれ盗っ人わかんない、人気だ、どうしたちょっと待って。
いや、中洲町にあるんじゃないの？聞いたかよ、越黒屋のやつ借金の方だ言うて、長兵衛さんとこのおまさちゃんを。し、声がでかいぞ。この紅天通りじゃどこに越黒屋のもんがおるかしれん。それでなくとも、ここらに住んどるもんは弱いもんを食い物にしちゃろう言うやつらばっかりじゃ。下手なこと聞かれてみ、貧乏人のわしらどうなる思った。そうじゃったそうじゃった、わしらもはよ用事済ませて帰るかや。聞いてくれ、ここにはないのかな。ほう、聞いてくれよ、飲みどころ飲みどころ呉服屋、よかったぜ。うん、それは盗み人だ。こわ、違うな、これは逃げろ、捕まったら来ないぞ。な、何か早くなってる。呉服屋だって酒、くすめ、うるせ、もんどんつぎ、食べて、うらけ。ちょっと待てよ、こわ、三角城、人相が来、やだ、どうなる。また返しに行こう、まだ何も、逃げられない。怖いよ、最後ね、早くかないです、どういうふうに伸びてんの。いや、やはり人相が見てきたのかな。全部壊しても、あれないか、全部壊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 れないか、すいません、ずっと本当にやばいです。軽く行こう、あ、ここね、エモンじゃ、見なきゃね。そのため、盗みはどこに行けばいいんですか？こっちの。え、まんずれやれ、そういう人になりたいんです、という。壊れたな。どこに行くんじゃね、こっちのか。これ、見られない、見られない。そう、あまりでも、とんでもないんですよ。あの、手前でっかい建物があったのが、僕の左下の方のやつなのかと思ったけど、特にはそんな感じのその雰囲気はなくなってまして。これだ。見たことないね。いや、よかった？いや、見てこなこっちに行く？そこじゃないね。ここに入る？いない。なんか入る？ここに座るか？中洲にあるか？お食事どころだよね。あった！そういうこと、やっと見つけたよ。あら、また新顔かい。で、あんたはいくら貢いでくれるんだい？貢ぐ？あんた一体何言ってんだ？なんだ、あんたここのしきたり何にも知らないみたいだね。しょうがない。特別に私が直に手取り足取り、いろはを教えてあげようかね。なんだこの人。おい、急にフルボイスとかなくなっちゃった。蹴り込みには、なるほど。おやさん、なるほど。そうなんだ。本当かよ。うまいこと言ってよ。三角の地図に移動するが追加された。どういうこと？違う。元締め。いやいや、元締めじゃないんだ。これはね、換気がして。あ、違う。よく来た。はい。技や手ぬぐいの結び方、免状が必要か。それなら素敵点と引き換えにわしが伝授してやろう。なるほど。こなすことで手に入る道具だ。なるほど。なるほどね。ここでいろいろ受けろと。
おのおのの仕事を助けるだろう。免除の効果は道具棚に置いてあれば発揮される。なるほど。以上のことを理解した上で挑むがよくある。なるほど、いいでしょう。精進してるか。バズだ。ああ、あったあった。なんだ、真上に切り上げる下技。ああ、これがなんか必要になりそうね。ここでしょ、モグラモグリかな。よし、来た。免除だ。何これ、5つのネタこなす間、何者にも目撃さら、修行が足らんな。また来い。これ見つかっちゃダメ。ようこそ。何がいかなる。ああ、はいはいはい、肉体に憧れを抱く者たち。なるほど。ちょっと待って、まずはね、お金を手に入れて、ちょっと結びを手に入れて、あ、獲物でいっぱいの風呂敷はきっちり監禁箱に蹴り込んで、ああ、おじさんすげえ震えてる。銭に変えねえとな。はは、素敵点は差し上げられやせんが、うん。ああ、じゃあ置きゃいいんでしょ。くれ、それは銭に変えてくれ。盗品総額決定。活動詳細、因素をはっきりと見られた。やばそう。へえ、やばそう。いや、あいつもムスッとじゃねえ。さあさ、どうぞ。おすすめ、毎度あり。おすす、毎度あり。おすすめです、毎度あり。ずいぶんなんか結構穏やかな顔やね。ヌスットたちにもダメなの、見られちゃう。精進してるか。また来い。してる。おお、びっくりした。え、こんなアクションあったんだ。え、もういいんじゃないの。失礼。キラ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 、なんか汗のごとく。まあいいや。チャリーン、生徒覚えです。いいですね。運がなかったとは諦めな。これどうすんだ。とりあえず言ったけど、ネタの位置でも覗いてみるか。相手にされてないようだ。ネタの位置っていうのに決まりだね。気のせいだよ。ネタの位置ってどこ。これ盗ったやだね。さようなら。ネタの位置ってどこだろう。ここは、あ、ここ、え、違うな、ごめん。
へい、ここか。新顔ですぜ。新顔だね。ここがミッション的なものが受けられるところだ。じゃあ駆け出しの盗っ人御用達、嘘つきの針金を見つけてきてもらおうか。何それ。このネタをこなせないようじゃ他のネタは触れないぜ。初ミッションみたいなこと、受けといてくれよ。ゼロ村にあるらしい。これこの層を認めてもらえ。いいぜ。お前のものだ。お前のものだって。またな。これは？いただきやす。ちょっとでも一回蹴り込んできていい？いっけー。デリーン、400素敵。あ、これで引き寄せられるんだ。やっぱり引き寄せがどうのこうのって出てたけど、ただ単に嫌がらせしただけ的な雰囲気あるね。さて、気のせいだよ。猫。あれ、モグラなんとかとかゲットしたよね、そういえば。R1。待って。待って。違う。いや、 R1 ターン押すとここじゃないの。ここ潜れるんじゃないの。潜れないよ。装備しなきゃダメみたいな感じかな、もしかして。失礼。さあ、さっさと終わらせましょう。もう出会うやつがいたら吸ってこう。ほら、スズラ、おっと、目の前が無様になってしまいました。ふわーんっていうのがなかったからすげえ安心したらダメでしたね。ゴーゴーゴー。あれ、こっち違う？もしかしてこれベニテン通りだっけ。違う、ゼロ村あれかな。あ、白玉とかがあったからこっちだ。マップを覚えないとね。こっち。やっぱり空っぽか。昔は民箱の中には義賊が蹴り込んでくれた品物が。ペンで蹴り込まなきゃいけねえんだよ。いいじゃねえか、普通に入ってたって。そんな男気のある盗っ人は。盗っ人は盗っ人だよ。このご時世だ、もうおるわけないか。なんだその振りは。なんだその振りは。分かったよ。やばそうなのおるね。絶対やばいでしょあれ。
こいつからも盗めんのか。こいつは何？あ、エビゾウよ。なんだ、うん、その箱は民箱。義賊が風呂敷を切り込むとはね。師匠、うん、それをお前に教えてやろう。師匠もすげえ頑張って触れてる。押す押す、うん、離せば。師匠頑張った。おーゴール、うん、なるほど、あれと一緒だね。さっきのヌスとヌイと一緒ですな。うん、オッケー。あれさすまた持ってんのやべえな。待って、その前にこいつは盗めんのか。盗めるんだな。何か匂う。どうした。よし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 、いいんです、最初はいいんです、誰もね最初から。どうじゃ。何か匂う。ご用だ。こっちか。おい、ねえ、動くなよ。あいつがいるんじゃ蹴り込めねえんだけど。待てよ、ここに置いて転がってっちゃう、これ。どうじゃ。すげえ視線がビーム状になって、なるほど、これで引きつけることもできるのか。なるほどね、逆にそれ利用するのもありか。これで今のうちに、なんでそんな反応いいんだよ。待って、これどう。いった、うん、人気プラス 1%。 すげえ。よしまずはでもスズナに、あーでもネタを、そうなんとかの針金的なやつを見つけるんだよね。どこが自分の家だか分かんない。あ、ここか。大丈夫か。すな、おめえ大丈夫か。ええか、うん、ちょっと待って、ちゃぶ台か。え、なんか、うわー、そうか、ダメになるのか。ちょっと待って、じゃあもうあげちゃおう、スズナにね、うん、あの悪いのあげないでよ、絶対悪いのあげないでよ。ありがとう、お父ちゃん。えんだ。怖いからな、間違って悪い方あげちゃったらすげえ嫌だからな。どこだろう。違うんだよ。古くなった。せい行ってくるぞ。お父っつぁんは行ってくるぜ。とか針金だよ。針金を見つけろって言うんですよね。明らかに嫌われてるようだ。あ、なんか、あそこ、
この辺っていう、あ、これか、これっぽいね。嘘つきの七道具、とりあえず盗ん、どうしようかな。でもここのものを盗んだところで人気にならねえよな多分な。だってこの村の人気なんだもん。だってそれで人気になったらちょっとおかしいよな。多分あれだよな、悪いやつから盗んだとかいろんなもん盗んで、わ、駆け引きが難しいな。あ、昼間は空いてるけど夜はやっぱちゃんと閉まってんだね。ゼニの歩き、あー、実家で育ててたな。なんか全然全然もうあれね、わかるけどこれは、あ、これダメだった、これ違うんだね。で、その目的の物を投げ入れに行くんだけど、その前にちょっとね、やっぱどうせ行くんだったらその前に盗んでおきたいじゃんみたいな。みんなの樽、悪い男だよ。画面のね下がヌスットの湯というのは散々迷って判明したのでね、行きましょう。ただしいろいろ盗みながらね。おっと、やば、良さそう、こいつ。の、やばい、人気1とかやばい人気なさすぎ、ワロタ。どこに行った？いないいない。こっちからはいけないよね、多分ね。警戒フェーズみたいな感じになってる。これは？おっと、なんか良さそうなものが。めっちゃ大変じゃんこれ。しかし今は、風呂敷が目立つんだ。やっぱそういうのあったんだな。ビッシュいただき。いただきテレレテレテテレレ。やべえな、人相だけがゲームオーバーになっちゃう。気のせい気のせい、素敵素敵。背負っているだけで民衆に怪しまれやすくこんなもんだって、怪しんでくれっつってるようなもんだからね。上に行くと、あー、ネタ紹介でなんだっけ、蹴り込んでくれみたいな感じだっけ。これ
ね。オッケー、行くぜ。この時だけね、リバースになるんでね。そらよ、ゼニに変えてくれ。黒金の錠前が、あ、どっかにあったね。見られたかも。これでも目立つやろ。これ話進むのかな。よく来た。突っ張り棒ってすげえな。何者にも。でも五千ステキなんだよ。また来い。オッケー。このなんかゲーム多分リアルタイムでバンバン進んでっちゃうからね。録画してない時に移動のコードとか やれない気がするんだよね。お、来たか。せやろ。これからあんたにはいろいろネタを振らせてもらうぜ。それと、ネタによって民が喜ぶ盗み、嫌う盗み、カニになるならないって様々あるからな。よく吟味して選んでくれよ。なるほど。このゲームもマルチエンディングっぽいですね。というわけで、今回はキリがいいのでこの辺にしましょうかね。まあ、キリいいというか、もうなんかずっとやっちゃいそうなんで、なので今回はこの辺にしたいと思います。はい、続きはね、ここからまたどんな依頼が、ね、どんな、もうなんか朝っぽくなったな。はい、というわけで、どうなっていくんでしょうかね。人気もすげえなくなっちゃった。いやー、なんかやれることがめちゃくちゃありそうだし、楽しみですね。それではご視聴ありがとうございました。ではでは。